はい、ではね、これうちに転がってたディオなんですけど、今ちょっとシャンプー使って結構真剣に洗浄していたんですけど、まあこれぐらいが限界ですね。ミラー片方なかったり、ここなんて割れてるし、ちょっとまだ吹きムラが、まあ一応でも綺麗になったんで、ちょっとこれでねドライブしてみようかなと思います。はい、でね、昨日このちょっとプロテクター売ってて、これ安くて、夏物でね、これメッシュなんですけど、夏物で多分シーズンオフでもう安くなってたんで買ってきました。もう半額以下ぐらいになってて、すごい安かったんで買ってきました。プロテクターやっと買えたので、原付でちょっと行ってみようかなと思います。このヘルメットはいつも、耐久レースに使ってるヘルメットです。じゃあまずはプロテクター来ます。よいしょ。これ夏物っつっても暑いでしょ。暑い、すごい守られてる感じするわ。暑いけど安全には変えらんないかな。 OK で、この教習所手袋で、まずエンジンかけなきゃいけないんですよね。あ、でも風がすごい通る、このプロテクター。今ここに風当たったらすごい涼しいっす。よいしょよいしょ。 OKOKOK。 うわー、ですごいな、ここのビビリオンがすごいわ。 OK じゃないですか。これで免許証持って、プロテクターヘルメットしたから OK かな。そう、本当に近所をぐるぐるしてくるだけなんで、試しに。緊張するな。よし、じゃあ行ってみましょう。法定速度30ですよね。30キロ。 OK、 じゃあ行ってみます。うん、僕この前大型二輪免許取ってきたんですけど、まあやっぱその教習やって、教習って大事ですね。なんかこの二輪の感じちょっと慣れてるかも。ああ、気持ちいいな、風が。なんか虫が当たってきた。左行きましょう。ウインカー出てるよ。20キロ、30キロ、 OK。 ああ、速く感じるけど、これまだ27、8キロですよ、これで。すごい速く感じるけど、25キロか、25下回ってるかな。速く感じるな。交通ルール、ま、破んないようにしないと、2段階右折とか小回りなんか右折とかありますよね。標識だとか、あと 3車線以上でしょ。3車線以上で2段階かとか、なんかありましたよね。これ撮影しよう。なんていうか、はい、お、こんな走り慣れてるいつもの道が怖え怖え。これ右折してみようか。こういうとこね、車がこう僕をなんていうんだ、見逃して出てくるかもしれないんで、気をつけないと。出てるよな、大丈夫だよな、これ。失礼します。信号青です。よし、30キロ。ちょっとわー、道が悪い。そうだ、四輪と違って道悪いの本当に気にしないとこけるよね。よっしゃ、おわ、怖い怖い怖い。
ここね、車に来てない。よいしょ。ボロい乗り物しか乗ったことない。免許取って。普通車も、二輪も。よいしょ。止まる。なんかいいなぁ、原付も。こういう小回りは原付の特権だな。はい、というわけで、今ある数がある、船に帰ってきました。よいしょ。ぐるっと回って、オッケー。ドライブに、ドライブっていうのか、ツーリングっていうのかな。行ってきました。はい、じゃあこんな感じで。ディオ、平成4年式のディオで、プロテクターヘルメットつけて行ってきました。はい、ではまた。